MGB バンクーバーオフィスのみちこです。ケイタです。まあ、ちょっと前の話にはなってしまうんですけど、はい、今年のアカデミー賞の授賞式、アメリカで行われた授賞式で、なんか、まあ、知ってる方も多いかもしれないですけど、ちょっとこうアジア人差別じゃないかって言われるような、まあ、場面があって、結構ネット上でそれこそソーシャルメディアとかを見てると、海外に住んでる、欧米に住んでるアジア人の人たちが、いや自分もこういう経験あるとか、同じような思いをしたことあるっていう風な、まあ、なんか物議を醸してたっていうことがあったんですよ。なので、まあ、ちょっとご存知ない方はまずそれ調べていただくといっぱい出てくると思うんですけど、まあ、なのでちょっと今回は、まあ、我々もその一応欧米に暮らすアジア人として、なんかそういう差別とかレイシャルなに紐づく不快な思いとかをしたことがあるかっていう話をしていきたいなと思ってますが、なんか今日このテーマで話そうっていうことになって、はい、自分の体験を考えてみたんですけど、ただただ鈍感なのか分かりませんが、もう思い当たることがもうない。そうですね。ですよ。これ僕もそんなになくて、まあでも2個あるんですけど、1個は僕コロナの間公園に入り浸ってたんで、公園で会った人たちと 3,4 人で話をしてたんですよ。で僕が日本人だよっていう話をしたら、日本人なのに目が大きいんだねって言われたんですよ。てかまあ日本人にしては目が大きいんだねみたいな、なんかそんな感じのニュアンスのことを言われて、それは正直あ差別的な発言だなって言われた瞬間に思いました。なるほどね。で、もう一個は、これ白人の友達と2人で、まあ、なんか遊んでた時に、とあるテレビ局のインタビューを受けたんですよ。でそのインタビューしてきた人も白人の女性で、でもう明らかに僕のこと全く何ですか見ないし、話も振らないしっていうので、僕と一緒にいたその白人の友達の方にばっかり質問して、みたいなのは、めちゃくちゃ感じ悪いなって正直思いました。それで言うと、うちの夫が言ってたのが、私と一緒に日本食レストランこっちの、に行った時にウェイトレスの人が、夫の方を全然見向きもしないで全て私に話してくる、日本人の店員さんとかですよね。そうそうそう、っていうので、なんかちょっと傷ついてた、いやそうだからもう多分これってどこにでもあるっちゃあるんでしょうけど、そうだから僕のそのインタビュアーの人も、そのジャパレスの店員さんも、なんか差別っていう意識でやってない可能性の方がむしろ高いなと思ってて、別にアジア人だから無視してやろうとか、なんか白人だから話しかけないとかじゃないと思うんですけど、でもまあやられた方はそうね、やっぱ気持ちは良くないっていう、だから人種差別とかっていうと、そういうなんか暴言を吐くとか、なんか暴力を振られるとかっていうイメージの方がもしかしたら先行する人もいるかもしれないですけど、なんか実際の差別って多分もうそういうレベルじゃなくって、やってる本人も下手したら悪意はないんだけど、っていうのが結構多いよねっていうことが、まあそれこそ今回の件でいろいろ話題になっていて、でそういうのをまあなんかいろいろひっくるめてマイクロアグレッションっていうふうに呼ぶらしいんですよ。ちょっと僕今回この動画を撮るにあたって、そのマイクロアグレッションのリストみたいなものを見つけてきたんですけど、どういうのがそれに当たるかってこと？そうです。なんかこういう発言をされたら、もうマイクロアグレッションって言葉自体は、なんか別にその何ですか、人種に限ったものではなくて、性別だったり年齢だったり、なんかいろんなところで起こることらしいんですけど、一応僕が今回見つけてきたのはそのレイシャルなマイクロアグレッションで、これを言われたらちょっとそういうレイシズムだぞっていう、気をつけてねって。そうですそうです。で、そう、最初僕らだからこっちで差別受けた経験ないなって思う、あんまりないなって思ってたけど、これ読んでいくとこれは全然あるんですよ、っていうので、ちょっとみちこさんどう思うかっていうのも含めて聞いてみたいんですけど、まず Where are you from? それ言ったらダメとか、 Where were you born? とか、それはちょっと極端な気がするけど、そう思いますよね。そうでも多分僕これちょっと読んで思ったのが、なんかそこまでこのリストでは言及されてないですけど、なんか僕らは別に何も傷つきもしないし、気にもならないじゃないですか、でも多分そのアジア系の、そのなんていうんですか、もうこっち生まれの人が、その見た目アジア人、なるほど、そのエスニシティだけでどっから来たのって聞かれたら、いやここですけどってなるんだろうなって考えたらってちょっと思って、でよくよく考えてみたら、でもこう聞いてくる人ってあんまりいないっちゃいない気がしません？
そうね、うん、そう。なんか Are you from here? とかって聞いてくれません？あ、もう明らかに違うのに僕なんかは、うん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 、でもそれって多分そういう配慮をしてる人なのかなって、うん、ちょっと思ったりします。まあでもこう会話してて、うん、私がこう初めてカナダに来た時とかいう話の流れになったら聞いたりとか、そんな感じですよね、うんうん、どっかから来たっていうのが分かってて、そうですよね、ここじゃないんだなってなって初めてって感じなんでしょうね、うん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 、だったらいいんでしょ。はい、いいと思います。いいよね、まあ、それは自然な流れですよ ね。それ聞かない方がどうかなんですよね。出会ってほしいですけど、うん、とかなんか You speak good English とか、それはちょっとわかるかも、はい、まあでもわかりますよね、うんうん、だったりとか、うん、あとはなんかアジア人に対してその数学とかサイエンスについて助けを求めることっていうのも、結局アジア人はそういう数学が得意だっていう、まあ、ステレオタイプね、このね、はい、うん、があってっていう感じなので、まあ、不快に感じる人は不快に感じるって感じですかね。何でもステレオタイプから来てるね。ですね。目が大きい、ね。あ、そうそうそう、そうですよね。うん、まあ、ぶっちゃけこの通学聞くとか何にも思わないですけどね、聞かれても僕は。でもできない人だったら、あ、まあそうですね。あ、でできないんだって言うと、え、アジア人なのにみたいにまで言われたらちょっと嫌かもしれないですけどね。うんうんうん、まあでもこれもなんか受け取る側のもうちょっとスタンスも大事っていうとあれですけど、でも大事かなと思ってて、もうなんかこれ言われるたびに、あ、なんか差別されたとか、あ、これマイクロアグレッションだって言って傷ついたり怒ってたりしてたら、もうそれもそれでやっていけないなと思うんですよ。ちょっと鈍感になった方がいい。そう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 。だからまあスルーするスキルは自分で身につけつつ、でもまあこういうので傷つく人がいるんだなっていうのは知っとくことで、こっちからそうなるべく言わないようにっていうのは大事なのかなと思うので、かなとはちょっと思いました。まあでも見た目のことは言わない方がいいと思う。あ、そうですよね。だその目が大きいとか小さいとかってことですね。そう、鼻が高いね、顔が小さいねとか、はい、うん、まあ、価値観が違いますからね、みんな、うんうんうん、そう、それで顔が小さくて気にしたりとか、鼻が高くて気にしたりしてるかもしれないし、ね、うん、はい、顔ちっちゃいってこっちだと悪口として言う時とかありますもんね。日本の人にとってはいい意味で言うけどね。そう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 、スタイルがよく見えるし、そうですっていうことでね。でもこっちだと、まあまあこっちもなんか別に顔ちっちゃくて頭身がスラッとしてるのがまあスタイリッシュだっていう感覚はあるかもしれないですけど、でも口に出して顔ちっちゃいっていうと、なんか脳みそ詰まってねえな的なニュアンスで、むしろ悪口として頭もちっちゃいってことね。そう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 、使われるっていうイメージがあるので、そうだからこれって多分もうこのマイクロアグレッションレベルのことになってくると、うん、むしろ日本で外国人に対して怒ってることもいっぱいあるんだろうなと思うので、うんうんうん、だから難しい問題ですよね。うちの夫が日本に住んでる時に、はい、お箸上手だねってめっちゃ言われたって。そうそう、それとかめちゃくちゃティピカルなやつですよね、うんうんうん、外国の人はお箸が使えないっていうステレオタイプ、うん、そうですよね。だしそれ言ってる側はむしろ褒めてるつもりで言ってるから、あ、まあそうだね、全くあれでしょうけど、うん、まあ、言われる側としては、うん、まあ、ハッピーではないですよね。そうなんだろうね、うんうんうん、こっちの人は、はい、日本語でが分からないだろうなと思って、はい、結構こっちに住んでると自分が思ったことを日本語でよく口に出しちゃうんですよね。お、はいはい、例えば、例えばあの人なんか何とかしてるみたいな。あ、そういうことですね、うん、その日本語が分かる相手とってことですよね。そうそうそう、独り言じゃなくてってことですね。そう、うん、それは別にあれ、まあ、内容によるんじゃないですか。なんか、うん、あの人めちゃくちゃブサイクだねとか、あ、それは言わないけども、そうそうそう、でも分かんないですね、うん、なんかよく言うのは、これ別にカナダがどうこうとかっていうよりも、なんか一般的に言うのは、うん、例えばエレベーターとかで日本人複数人プラス、うん、カナディアンとか、まあ、日本人じゃない人が一人とかで乗ってる時に、うん、全然関係ない話題であったとしても、うん、なんか日本語で喋ってケラ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 笑うと、うん、あ、それは嫌かも。そう、うん、多分逆もあるとちょっと嫌じゃないですか、うん、だその辺は気をつけた方がっていうのは言いますよね。まあ、でも内容によるし音量とかにもよるじゃないですか、とか雰囲気とか。私前にバス乗ってたら、はい、もう白人の人が村上春樹の小説を日本語で読んでて、あ、すごい、はい、見た目で判断しちゃダメだね。いや本当そうですよね。だからその白人だからって言ってほら、ね、日本生まれ日本育ちの可能性も全然ありますもん ね、うんうん、まあ、でもこのバンクーバーとかこのバーナビーとかだと、うん、もう本当にいろんな国の人が住んでるじゃないですか、はい、何人がマジョリティとかもないし、うん、はい、本当にそういうのってなくないですか。ないと思います。住んでて、まあ、本当に多分ゼロじゃないとは思いますけど、うんうん、あのアメリカとか、うん、
ヨーロッパとかに比べたら、まあ、それも住んだことないから勝手なイメージかもしれないですけど、うん、やっぱ少ないとは思いますよね。うん、カナダでももっと何系の人がすごい多数を占めてるとかのところだとあるのかなという気もする。そうですね。やっぱ田舎に行けば行くほどやっぱりまだ白人社会なところはあると思うんで、あれでしょうけど、まあトロント、バンクーバーとかは全然ですよね。てかもう住んでてマイノリティだってあんま感じないですもんね、正直。本当。ね。あ、そう、あと、僕それこそついこの間なんかニュースで見たのが、スカイトレインに乗ってる時に、それはなんかラテン系の女性2人組かなんかが、そのスパニッシュで会話してたんですよ、スカイトレインの中で。そしたら白人のおじさんが、まあ多分なんかちょっとハイになってたとか、まあちょっとそういうあれを持ってる人なのかもしれないですけど、なんかここはカナダなんだから、英語で喋れみたいな感じに吐き捨ててスカイトレインを降りていくっていう、でその様子を誰かが動画に撮っててアップされてニュースにまでなってたんですけど、でもそういう場面には会ったことはあるかも。あ、本当ですか。見たことはあるかも。その自分が言われたんではないけど、まあでもその感覚を持ってる人っていうのは正直結構いる気がします。僕もその知り合いのカナディアンの中にも、まあ、その面と向かっては当然言わないですけど、まあとある国系のレストランに行った時にメニューが全部その国の言語だったんですよ。で英語で一切書いてなくてっていうのに対して、カナダでビジネスをやるんだったら英語書けよみたいな、逆になんかカナディアンなのにそこに行って排除され、あ、だからそれこそ旦那さんの感覚とちょっと近いかもしれないですけどっていうのは言ってて、でもそれも面と向かって言ったら差別になるのかなとか、まあでも僕はそれは結構正直妥当な意見だと思うんですけど、英語のメニューくださいって言ったらくれるのかね、わかんないですけどね。まあなんかメニューが貼ってある系の店だったんですよ。で英語書いてなくて、それは私も困るな。ですよね。そうそう、だからもう本当に多分その言語の話者しか受け入れません的な感じなのはどうなんだろうなとは思いつつ、でもまあそこも難しいところですよね。指摘もできないのかなって考えたらとかって思ったことはあります、まあでもなんか結局さっき言ったことかなと思います。その言われた時に相手に悪意ないんだったら別にプリプリする必要はないけど、でもこっちからなるべくそういう発言はしないって気をつけた方がっていうのがもうなんか全てな気がします。はい、っていう感じで、まあでもだから逆にそのアメリカみたいにっていうとまたなんかちょっとアメリカの勝手なイメージですけど難しい。その何だろう、差別を受けて本当に傷つけられるような差別を受けることって、バンクーバーとかはないから、そこがもし心配な人がいたらそこは安心してくださいとは言えますよね、きっと。っていう感じで、まあちょっと、ちょっと前に話題になったってこともあってアジア人差別について。はい、はい、じゃあさよなら。